こんにちは、ループ東京です。本日はですね、ロンリーの新作を紹介していくんですけれども、あなた誰だという方、いつも見てくださっている方だったら思うと思うんですけれども、前回まで出ていたこの人から今回からですね、僕に YouTube の担当が変わりましたので、本日から動画は僕がお送りしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。さて、ロンリーの新作を紹介していくんですけれども、本日はアパレルが6型来てます。パーカーが1型とロンティーが5型で、あとアクセサリーでキャップが1型入ってきてますので、そちらも合わせて紹介していきたいと思います。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。はい、まず最初にですね、パーカーの方を紹介していきます。パーカーこちらですね。はい、今手元にあるのが黒なんですけれども、カラー展開がブラックとグレーになってます。でサイズ展開が L サイズ、XL サイズ、XXL サイズの3種類のサイズ展開になってます。フロントにロンリーっていう、まあ、カレッジ風のロゴが入っているのと、あとこのプリントがクラック風のプリントになってますので、古着っぽいようなテイストのパーカーになってます。かなり生地が厚いので、これ1枚だけで全然出かけられるかなっていうような形になってます。でフロントにカンガルーポケットがあったりとか、後ろは何もないです。お値段が税込みで 17,600円になってます。はい、そしたら続いてロンティの方を5型ざざっと紹介していこうと思います。まずはですね、こちらですね。はい、このロンティになります。はい、フロントは、まあ、ロンリーのロゴが左胸に入ってるんですけれども、後ろにこのメイドの女の子のプリントが入ってるんですけれども、こちらあのイラスト絵師さんの、まあ、ひかりさんっていう方とのコラボの商品なんですけれども、このオリジナルキャラクターの、まあ、渚がアサシン、暗殺者ですねのメイドになって、こちらに銃口を向けているっていう結構斬新なデザインになってます。でこちらカラーがですね、ブラック、ホワイト、あとはパープル、紫ですね、3色入ってきてます。というか手元にブラックしかないんですけれども、まあ、こちらにあの写真を出しておくので、そちらぜひ見てみてください。続いてのロンティー紹介していきます。続いてのロンティーがこちらですね。フロントは左胸ワンポイントのロゴなんですけれども、後ろがこういう感じで、うずく欲望というふうに、まあ、メッセージが入ってるんですけれども、ロンリーの2022年のテーマが、まあ、うずく欲望ということみたいなので、まあ、それの、まあ、テーマが大きくプリントされているというような形になります。でこのプリントが普通のプリントではなくて、まあ、発泡プリントというちょっとプクプクしているようなプリントになりますので、ちょっと動画では分かりづらいと思うんですけれども、ちょっとぷくっと膨らんでるようなプリントになってます。でこちらのロンティーもですね、先ほどのロンティーと一緒で、ブラック、ホワイト、パープルの3色展開で、サイズ展開も一緒です。そしたら次のロンティー行ってみましょう。続いてこちらですね。はい、こちらのロンティーがですね、なめんじゃねえよスクールガールロングスリーブという商品になってます。はい、でこのフロントのプリント、まあ、先ほど2つ前に紹介したロンティーと一緒で、まあ、絵師さんのひかりさんとのコラボの商品なんですけれども、まあ、前にタバコを吸っている女子高生のイラストが入ってまして、未成年でタバコを吸っているっていう、かなりインパクトのあるプリントになっております。こちらのロンティーのサイズ、あとはカラー展開なんですけれども、カラーがブラック、ホワイト、あとライトブルーですね。サイズ展開は先ほどまでのロンティーと一緒で、 L サイズ、XL サイズ、XXL サイズの3サイズ展開になっております。はい、こちらのロンティー、フロントのプリントだけではなくて、右腕のところにもロンリーのプリントが施されている商品になっております。それでは続いてまいりましょう。続いてのロンティーがこちらですね。はい、フロント、まあ、先ほどとパッと見一緒のような感じなんですけれども、若干この左胸の刺繍のところが少し変わっているロンティになります。はい、そして裏面ですね。裏面こんな感じになっております。でこちらのバックプリントなんですけれども、ロンリー定番のジャパニズムカルチャーを計9枚ですかね、切り取ったものを、まあ、並べてプリントしているというような商品になっております。
ザ・ロンリーというような感じ。毎回このコラージュのものが一つ一つ、まあ、バックプリントだったりフロントに入っていると思うんですけれども、それが9つまとめてドカンと後ろに書いてあるというようなプリントになっております。それでは最後ロンティー紹介していきたいと思います。最後のロンティーがこちらですね。前と後ろに同じプリントが入っているロンティーになるんですけれども、こちらがニューロゴロングスリーブっていう商品になります。まあ、このロンリーっていうロゴ、今まで初めて見るロゴなんですけれども、多分新しくデザインされたロンリーのロゴを前と後ろで配置しているというようなロングスリーブになります。こちらのロンティーですね、カラー展開がブラック、ホワイト、あとゴールドの3色展開になっております。こちらのロンティーですね、お値段が税込み9900円になっております。で最後ですね、冒頭に言ったキャップが1点入ってきているんですけれども、今ちょっと手元にないので画像でこちらに出しておくので、そちらを見ながらちょっと説明を聞いていただければなと思います。でこちらの、キャップですね、先ほど一番右にかかっているロンティーの、なめんじゃねえよのプリントがキャップのフロントに印刷されているキャップになります。後ろ半分がメッシュのトラッカーキャップになっているので、今季 22SS からこういう帽子がかなり流行ってくるのではないかなと思ってます。各ブランドかなり出しているので、今季のトレンドになってくるのではないかなと思っております。はい、こちらの値段が税込み8800円です。一点ちょっと訂正なんですけれども、2つ目に紹介したうずく欲望、このプリントのロンティーなんですけれども、お値段が税込み1万1000円というふうにお伝えしたんですけれども、正しくは9900円です。はい、9900円税込みになっております。そうしたらこれで商品の、ざっと紹介は終わりにしたいと思うんですけれども、ちょっと一つ試しに僕着てみたいと思います。僕身長184センチで、ちょっと参考になるかわからないんですけれども、サイズ感を見ていただければいいなと思います。ちなみにここにかかってる、もの全部 XL サイズになっております。 L サイズだったり XXL サイズご用意できればよかったんですけれども、ちょっとなかったので、こちら全部 XL サイズのご用意にはなってしまうんですが、ちょっとサイズ感を見ていただければいいなと思います。それではどうぞ。はい、ということで実際にロンティーとパーカー1つずつ着用してみたんですけれども、サイズこんな感じです。ロンティーパーカーともに結構大きめのサイズになってます。 XL サイズなんですけれども、丈感は僕身長184センチあるので、そこまで気にならないんですけど、やっぱり袖が少し長いので溜まってくるようなサイズ感になってます。パーカーもですね、結構大きめのシルエットになっているので、かなりゆったり着ることができるかなと思います。 XL サイズ選んでおけば問題ないかなというふうには個人的には思いました。女性の方だと XL サイズ少し大きいと思うんですけども、大きめに着たりとかっていうのが好きな方は XL サイズ、L サイズでもいいのかなと思います。はい、というわけで本日はロンリーの新作紹介していったんですけれども、いかがだったでしょうか。今回5型、6型入ってきているので、かなり迷ってしまうかなと思うんですけれども、この動画の概要欄の方に ZOZO タウンの商品ページに書く、ロンティー5枚とパーカー1枚の URL と、あとはキャップの URL も下に貼っておきますので、ぜひそこから ZOZO タウンのページに飛んでみていただいて、ご覧になっていただければなと思います。本日の動画は以上になります。動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。